はいどうも皆様、ドライブスピッチへゆうすけんです。皆様お仕事お勉強お疲れ様です。今回はですね、久しぶりに動画を撮ろうと思うんですけども、ファイナルファンタジー7のねリメイクが発売されるということで、今回体験版私やったんですけども、すごい面白くてですね、そしてその FF7 のねリメイク調べてたら、くじをねやるとニュースで見まして、 FF7 リメイク発売記念くじなるものが開花されるということで、そちらを今回は引いていきたいと思います。はい。で、開催店舗がイトーヨーカドー系列だと、まあそうですね、イトーヨーカドーグループですね、セブンイレブンですとかがあるみたいなので、そちらの店舗でですね引いていきたいと思いますので、これから引きに行きたいと思います。まだ店探しからなんですけど、まあ近所のね店あると検索したんで、それで探して引いていきたいと思います。ただいま、買ってきました。買ってきました。一番くじやってきました。ですね、はい、とりあえずちょっと着替えます。はい、帰ってきました。そして引いてきました。FF7 発売記念くじ、はい、引いてきました。ということでですね、引いてきたんですけど、まずはですね、賞の紹介をですね、ちょっと今これスマホで見てるんで、していきたいと思います。まずは A 賞が、クラウドのフィギュアですね。はい、クラウドのフィギュア、なんか今回のこのフィギュアたちはなんか光沢ある感じですかね、なんか、はい、そんな感じになってまして、22センチかな、フィギュアのサイズは大体なってますね。セフィロスとかも、セフィロスもうちょっと大きいかなぐらいですね。はい。で、B 賞が、エアリスのフィギュアですね。はい。まあ、エアリス、まあ、はい。まあ、はい。って感じですね。で、C 賞が、ここからモーグリのぬいぐるみですね。はい。モーグリ、こんな感じだったっけ？リメイクはこんな感じになってるんですかね。包帯を巻いてるんですかね、これは。はい。で、D 賞がピンバッジ。これ5種類ですね。これは、まあ5種類あって、選べるのかな？多分選べるやつなんですよ、これは。どれ入ってるか分かってる仕様なんで。はい。で、E 賞のロックグラス。まあ、コップですね。コップ。まあ、ガラスグラス。はい。これも5種類ありますね。はい。まあ特に、この鈴木からとかニューゲームとかの、これがすごい懐かしいですね。まあ最近僕やったんですけど、スイッチ版の。はい。で、F 賞がフェイスタオル。フェイスタオル、なんかシークレット仕様があるの？あ、知らなかったわ。あー、そうなんだ。はい。これ僕見たんでもう分かるんです。あーなんだけど、俺それ撮っときゃよかったわ。うわーマジか。で、G 賞がミニフィギュア。これ全7種と、まあ、シークレットがある仕様になってますね。これはもういいですね。これ、もう懐かしい。この、元祖 FF 時代のプレイステーションのね、特にポリコンのね、これいいっすね。だ僕が、まあ、あ、すいません。で、エンド賞がセフィロスフィギュア。まあ、ラストワンですね。最後に引くともらえるフィギュアですね。はい。で、僕がこの、まあ、一番ね、やっぱフィギュアが欲しいんですけど、会場の中だと、やっぱこの G 賞の、フィギュアいいっすよね、これ。いや、シークレット誰なんだろうな、これ。この流れだって、ジェノバとかじゃないの、まあ、白とか、ヴィンセントとかなんですかね。ちょっと、わからないんですけど、まあ、これが、まあ、一番かな、会場だと。はい。ってことで、まあ、セミレブン行って引いてきたんですけど、まあ、2店舗行ってきて、最初の1店舗、一番近い店舗がなかったんですよ。置いてなくて、で、もう1店舗ちょっと近くのところ行ったらあったんですよ。で、結構本数が少なくなってて、で、店員さんがね、海外のね、まあ、外国の方でして、あまり仕組みを理解してないのかですね、選べなかったんですよ。もう、店員さんが持ってきて、はい、これ、みたいな感じで、っていう感じで、ちょっと、選べずっていう感じでしたね。はい。で、ちなみにこの、F 賞のフェイスタオルは、これ多分シークレットは、これレノですね。
なんか赤いタオルがあってレノの柄があったんですけど、そう、あーレノ、あーシークレットあった。おー、はい、ということで今回は僕はですね10回弾いていきました。はい、あのそれぞれ弾いたやつですね、まあ今ここにあるんですけど、ね、ここに10回弾いていたんで、でまず1回目はい弾いてたのは、はい、辞書右ギア、はい、まあ、はい、まあ当たりますね、はい、辞書右ギアですか。で次に、当てたのが、次に当てたのがこちらピンバッジ、はい、D 賞ピンバッジ当てました。2回目、うん、ちょっと奥向きが怪しくなってきますね。ピンバッジ、ピンバッジはね選ばせてくれたんで、まあこのバスターそうですね、クラウド、はい、まあこれにしましたよ。この中だったらねって思って、で次に選んで当たったのがこちら E 賞ロックグラス、はい、まあなんかかぶらずに、てか多分僕が弾いたテンポはもうねもうなかったですね、なんかもう置いてなかったんで、多分もう結構ね本数少ないのかなと思って、他の人も弾いてるのかなと思って、まあ、海外、僕の後に海外の方も5回弾いたりとかしたんで、やっぱ結構人気あるのかな、なんで多分早めに弾いた方がいいと思います。ということでグラス、これはあの選ばせてくれなかったです。あのそうそう、このニューゲーム続きからあのねやつもまだ残ってたんですけど、なんか選ばせてくれなかった。これもうティファー、はい、くれました、店員さんが、はい、はい、じゃあ3回目に、あ、4回目か、4回目に弾いて僕があったのはこちら辞書ミニフィギュア、はい、まあ辞書ばっか当たりましたね、それはね、はい、まあ嬉しいんですけどね、ちょっとシークレットが欲しいんですけど、何ですか。で、次に弾いて当てたのも、はい、辞書ミニフィギュア、あー、これでもう今5回目ですね、はい、5回弾いてもうやばいですよ、やばいですよ、はい、で次に弾いて当てたのが F 賞フェイスタオル、イエーイ、フェイスタオルもなんか選ばせてくれたかな。でねこの中だと多分クラウドとセフィロスのやつが、あ、青いやつじゃなくてその単体のねピンのセフィロスのやつがなんか2個ぐらい被ってたから、でレノのねこの赤いやつあったんですよ。このねティファしか売ってなかったんですけど、これもあのなんだ1個しかなかったんでこれにしました。あ、ちなみに裏に書いてありますわ、見づらいかな、はい、これがあのシークレットになって、ホームページのシークレットになって、このね、うん、レノのやつ、はい、マシンのやつか、はい、でした。で7回目に当てたのが、はい、こちら IG 賞ミニフィギュア、もうおなじみですね、はい、まあ嬉しいんですけどね、これはこれで、はい、もうフィギュア出ないもう諦めかけてたんですよ、諦めかけてて、で7回目、引いたのがこちらです、はい、ロックグラス E 賞はい、出ないですね。で、まあ、と、店員さん、あの、何種類かあるんですよ。何種類かあるのに、同じのくれるんですよ。あの、そう、ちょっと、別の柄が欲しかったかなっていうね。で、僕が見たときは、このクラウドの柄はもうなくなってましたね。で、やっぱ結構みんな引いてるのかな、その店舗で。コース少なかったのかなと思うんですけど、まあ、こちらが。ありました。ちなみに何本あれあるんですかね、記念くじは。でフィギュアやっぱ各1本ずつしかないのかな、ちょっと分かんないですけど、なんかあの一番くじみたいになんか何引もう何引かれてますみたいな、ああいうなんか表がないから、うんって感じでしたね。9回目に見えちゃったかな、引いて当てたのがこちらです、はい、辞書ミニフィギュア、ミニフィギュアが5個ですね。半分がミニフィギュアという10分の5ミニフィギュア G 賞が入る。まあ嬉しいですよ。ですね。1、2、3、4、5、6、7、8種類あるんで、まあ被らなければね、もう
押し込む、押し込み集まりますから、はい、で最後の10回目、もうね諦めかけたんですよ、もうダメだと思って、しかもなんか結構後ろに人も並んじゃってね、ちょっともう気まずいみたいな感じで、そんな中で弾いた10回目に弾いたのがこちら、ビーショーエアリスフィギュア、当たりました、フィギュア、はい、いや最後の最後にマジかと思って、いや弾いてる時もどう弾きたかったと思ったんですけど、どれぐらいだったっけ、本当ビーショーのねエアリスフィギュア当たりました、はい、いやこれは嬉しいですよ、エアリスのねフィギュア、うん、いやでもあれですよ、いや本当にビニールでね、ごめんなさい、ちょっと見づらい、はい、このホームページの写真で見るよりかは、まあ、エアリスっぽいですよ、うん、このホームページのねこのエアリスに比べたら写りはね、うん、多分こう上からね、上からこう見るとエアリスです、はい、という感じで、とりあえずですね10回引いた結果 B 賞当てれました。いやでもなんか本数少なくなってて、だからクラウドのフィギュアはねまだ残ったんですよ、だからいや追加で引きてーってちょっとなっちゃったんですけどね、まあかな、うんって感じでした、はい、じゃあそれではですねフィギュアのミニフィギュア、これのちょっと開封を次はしていきたいと思います、はい、ということでですね、フィギュア引いていきたいと思うんですけど、テープがね、ついてたんですけど、テープ、この、こういうところに、フェロテープがついてたんでね、外しやすくしたんですけど、箱の感じでね、なんか、この箱とね、この箱、なんか異様に圧が張るっていうか、なんかこう、膨らんでるっていうかね、なんですよ。こうラインナップ見る限りだと、もうバレットじゃねえみたいな。この中でね、一番この、面積、体積とってもバレットって、バレットなね、気がするんですよ、この2つ。なんかもうかぶってねえかなと思って。ちょっとね、この2つからまず開けていきたいと思います。いやー、バレットな気がするんだよな。じゃあ開けたいと思います。こいつだ！ん？ん？何？なんだこれ？え？あ、梱包材に入っ、あ、これクラウドですね。はい、この開けちゃいましょう。あ、なんだ。はい、クラウドでーす。え、かわいいですねこれ。え、すごい、なんかもう実物大みたい。はい、クラウドでした。あ、そういう風に入ってんのね。じゃあ、わかんねえわ。で、これが何ですかね、台座かな、入ってました。これ何ですかね、これ。あ、なんだ、これ、ただの衝撃吸収するやつです。倒されちゃいました。はい、じゃあ、って関係ないんですね。じゃあ、早速2個目いきましょうか。じゃあ、これ、このシーンはじゃ必要ないね。さあさあ、次は何だ？じゃあ、あんま箱の感じで分かんないね。こんなもう、いや、いや同じや、やっぱクラウドだ、クラウドです、はい、かぶっちゃいました、2個目いきます、いやーシークレットもね、シークレット欲しいな、タオルと違ってシークレットはちゃんと箱にも書いてないですからね、何が入ってるか、あ、クラウドじゃない、7期だな、7期ですね、これ7期です、
七ひでーす。はい、七ひ。あと2個しかない。まあ、これかぶるのやね。解消って言うとね、かぶりだろうね。嘘でしょ。あれ待って。え、6って書いてある。ちょっと待って、6って書いてある。待って。あれ、6? あ、え、待って、さっきも書いてあった。あれ、書いて、あ、すいません、書いてありました。うわ。これ、7期だ。かぶりか、これ。はい、かぶりでーす。あげちゃった。あいつだ。これはなかなかだぞ。これはなかなかだぞ。皆さん、かぶらせすぎだよ。今ちょっと見えちゃった。これね、黄色いのが見えたん。あ、でも1番って書いてあるよね。え？ 1 番って書いてあるよ。なんで？はい、クラウドで。あ、全部1番って書いてありました。多分、でもなんか、え、7キラって 6はセフィロスだ。やられましたね。はい、ということでございまして、私 G 賞はこのクラウドと7期でした。夏、あ、夏、いや、すげえこれ。はい、こんな感じ。5分の全部被るっていうクラウドと被る、はい、トレードしますかということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。久しぶりにね、こういうあのクイズ聞いたんですけど、まあ楽しいですね。お金はやっぱ結構飛びますけど、やっぱなんか上昇出るとやっぱ嬉しいですね。はい、ということで以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。